はい、ふときです。今回は阿波因部氏の祖となる天の日和氏の命に関してご紹介したいと存じます。阿波因部氏といえば四国の徳島県になるんですが、まさかそれが神武統制に関わってくるとはというような展開を見せてきますので、今回も最後までご覧ください。それでは参りましょう。前回まではですね、神武統制でですね、神武天皇がですね、いよいよ吉備の国までやってきましたというようなお話をさせていただきました。その際にですね、これから吉備の国から大和に向かって移動する、その時新熱彦に出会いましたといったところでね、新熱彦さんの神話のモデルとは一体誰なのかというのをご紹介させていただきました。さて、今回からはですね、神武統制大和編ということでね、いよいよ大和に突入していこうと思っていたんですが、前回宿題を残しています。まずはその宿題をですね、考えつつ大和編に向かっていきたいと存じます。さあ、その宿題のためにまず前回のおさらいなんですが、神武天皇とですね、新熱彦は出会いましたというようなお話のモデルがあると。そのモデルは、崇神天皇と一子の長王子さんの出会いだよというような話を前回させていただきました。つまり日本書紀と古事記の中で語られているお話というのは2回語られてるんですよ。神話のお話とその神話のモデルになったお話があるというところ、これが今回ちょっと重要な鍵になってくるんで、ここちら押さえておいていただければと存じます。ただちょっと待ってください。この出会いのシーンなんですけど、もう一人前回ご紹介させていただきました。それがですね、こちらのお方、天の日和氏の御事様です。このですね、天の日和氏の御事様とですね、新熱彦の御事様のね、出会いのシーンをもう一度詳細に振り返ってみたいと存じます。こちらのお話なんですが、仙台九字本記のですね、国蔵本義に書いてあるお話になります。まずそもそもなんですが、神武天皇が、吉備の国にいて、そこからこれから大和に向かって船で進むぞーってなった時に、まあ、船の上、海の上にですね、誰か人がいたんですよ。で、あれは誰だっていうわけで、神武天皇が物見を派遣します。この時ですね、物見に派遣されるのが、天の日和氏の御事様になります。そして、この天の日和氏の御事様が、海の上にいる人物に対して、お前は何者だって聞くんですが、するとですね、海の上にいた人物がですね、私は彦法で君の子孫の新熱彦の御事だと言って、答えましたと。そしてさらにですね、天の日和氏の御事は、新熱彦に向かって、お前は先導できるのかというふうに聞きます。すると新熱彦の御事は、海でも陸でも道なら俺は全部知ってるぜって言ってアピールしてきました。まあこんなわけでですね、新熱彦の御事さんはですね、神武天皇の水先案内人としてですね、大和に一緒についていくというようなお話になっております。はい、このやりとりなんですが、日本書紀や古事記にこういった天の日和氏の御事さんはね、この時登場しません。神武統制のね、仙台九字本記の国蔵本記編にだけ登場するお話です。ですので、天の日和氏の御事さんというとね、一般的には違うお話で登場する人物なんですけど、この仙台九字本記の国蔵本記でだけはですね、なぜか神武統制に登場してくるというね、この謎深い天の日和氏の御事さんを確認していきたいと存じます。はい、こちらにまとめさせていただきましたので、まずは、読み上げさせていただきます。一つ目、古語集によると、阿波因部の遠祖で、天の太玉の御事の率いる四柱のうちの一柱です。二つ目、古語集によると、天の岩戸事件の際に、白に来て、まあ、米印、木綿の布です、これは。はい。木綿の布を作ったようです。因部氏の方はですね、以前ですね、千葉県のね、阿波地方の方に移住された阿波因部氏の方々をね、ご紹介させていただきまして、あれもですね、天の太玉の御事様のね、子孫ということになってますし、天の富の御事様っていうのは、天の日和氏の御事様のですね、お孫さんと一緒にね、旅立ったらしいんで、まあ、やっぱり縁のある方のようです。さて、そんな、阿波因部氏の遠祖になる方なんですけど、実はこの天の岩戸事件の際からね、登場する方なんですよ。天の岩戸事件はですね、スサノオノミコトにいじめられた天照大神が、拗ねちゃって岩戸に閉じこもっちゃうっていうような事件なんですけど、まあ、その時ですね、高見睦彦ミコトのね、子孫にあたるこの思いの鐘のミコトがですね、いろいろ策を巡らせますと。
で、ちょっとこれから、いろんな儀式やるから、そのためのものをいろいろ準備しといてくれって言ってですね、この天の太田天の御事とかですね、天の小屋根の御事とかにですね、指示を出します。この時にですね、鏡作ったりですね、まが玉作ったりとかですね、いろいろ準備してるんですけど、どうやらこの時にですね、天の日和の御事はですね、白に来て、木綿の布ですね、お面の布をなんか準備することになったようです。まあですね、その布はですね、無事に準備することができてですね、天の岩戸の事件がですね、始まるわけなんですけれども、その儀式の際にですね、天の日和の御事はですね、その鳥ですね、金色の鳥となってね、そこに飛んでいくんですけど、それを見たですね、いろんな神様たちが、いや、これは珍しい、きっといいことが起こるに違いない、なんて言ってね、大騒ぎしたなんていう話がですね、神話で有名なですね、天の日和の御事のね、逸話だったりします。というわけでですね、この天の日和の御事さんはですね、天の岩戸事件の頃から登場する神様なんで、結構古い神様ということになります。ですのでね、なんと言いますか、この神武統制の時のね、この、弥生時代後期に登場するというのはかなり違和感を感じるんですが、おそらく天の岩戸事件はなんてだって高間ヶ原で起きたお話なんで、多分ね、宗教が違います。神道が。神道の宗派が異なるものを人たちがですね、作ったお話で、そこに天の日和の御事を登場させたんじゃないかなーなんて思っております。ちなみにですね、この天の日和の御事様はですね、鳥ということなんでね、お鳥様とか呼ばれていたりしてですね、鳥の市とか有名ですよね。いろんなところでやってる、商業、繁盛とかでね、そういうお祭りやってたりするんですけど、その鳥の市のね、ご祭神がですね、お祭りされてるのが、この天の日和の御事様だったりします。三つ目、伊勢の国の風土記によると、天の日和の御事を導いて、伊勢に信仰している。四つ目、仙台九字本記では、天の日和の御事が伊勢の国造の祖。米印、天の日和の御事イコール天の日和の御事説もあります。こちらはですね、神武統制の際のお話としてですね、伊勢の国風土記に描かれています。こちらはですね、伊勢の国風土記に載っているお話なんですけど、そこによりますと、ちょうどですね、紀伊半島ですね、こちらの方に神武天皇がついた時にですね、神武天皇は自分の配下の日の海の御事にですね、長砂尾子を倒してこいっていうような指令を出します。それで日の海の御事はですね、長砂尾子をね、追悼するために派遣されるというようなわけなんですが、同じタイミングでですね、神武天皇は、雨の日和の御事様、もうどっちかしら、天の日和の御事様、どっちかわかんないんですけど、雨の日和の御事様としてね、伊勢の国風土記では描かれているので、この日和の御事様として話し進めさせていただきますが、雨の日和さんの御事様に対してですね、神武天皇は、遠いところに国があるから、とりあえず平定してこいっていうような指令を出します。私、日本書紀シリーズの神武統制編でも描かせていただきましたが、この神武天皇って、ほんとアホみたいなミッションをね、繰り出してくるんですよね、突然部下に。いや、ほんとブラックなやつだなとか思いながら私もですね、物語を描かせていただいておりました。そんなわけでですね、今回この雨の日和の御事様もですね、どこの国を攻めろとかね、日の海の御事は長砂尾子を倒してこいっていうね、なんかわかりやすいね、目標だったんですけど、神武天皇はこの雨の日和の御事さんにはですね、なんか遠いところに国があるから平定して来いとしか言ってないんですよ。で、雨の日和の御事さんもなんだ、俺どこ行くんだ俺はとか、そんな感じなんですけれども、ですね、そこに金の鳥が飛んでくるんですね。その金の鳥がおそらく雨の日和の御事様なんですけど、この雨の日和の御事様の導きに従ってですね、雨の日和はね、御事さんはですね、どんどん進んでいきましたと。そしてですね、半信半疑でも進んでいくと、いつの間にか伊勢の国にたどり着きましたと。で、そこにはですね、伊勢の国を統治している伊勢津彦さんっていう神様がいらっしゃいました。天の日和の御事さんはですね、神武天皇から国をなんか、平定してこいって言われてるんで、とりあえず伊勢の国に着いたんで、この伊勢の国にいる伊勢津彦さんを倒すか、ということになりまして、天の日和の御事さんはですね、伊勢津彦さんに対してですね、悪いけどちょっと国譲ってくんねっていうような感じでお願いしますと。もちろん伊勢津彦さんも、おい、そんなのすんなりね、譲るわけがないんですが、本当に戦争になりかけてしまうということになりまして、最終的にこの伊勢津彦さんはですね、雨の日和の御事様にですね、ちょっと俺別の国行くから、素直に去っていくから許してくれよって言っていなくなってしまいます。
まあ、そんなわけでですね、この雨の日分けの御事さんはですね、神武天皇に国を平定してきましたっていうことになりまして、この雨の日分けの御事さんはですね、伊勢というふうにですね、自分のことを号すようになったそうです。というわけでですね、伊勢の国不動家によると、まあ、この伊勢をですね平定した人はですね、雨の日分けの御事さんということになっているんですが、仙台九字本家の国蔵本家によりますと、天の日橋の御事さんがですね、伊勢の、国作りの祖ということになっています。ですのでですね、この雨の日橋の御事さんと雨の日分けの御事さんというのはですね、おそらく同一人物、まあ、同一神なんではないかというふうな見方が一般的にされております。まあそんな風に書いてあるんですけど、何なんでしょうね、阿波インベシ、まあ阿波の国を開拓した人なんですよね、天の日橋の御事さんって。それがですね、伊勢の国の国蔵になってるっていうのはですね、ちょっとなんか不思議な話だなとかいう風に私なんかは感じてしまったりします。まあ、もしかしたら一族とかそういうことなのかもしれないですけどね。はい、5つ目、仙台九字本記によると、神武統制の物見として宣言され、紫熱彦と出会っている。はい、こちらがですね、お話の冒頭でですね、説明させていただいた内容なんですが、まあ、仙台九字本記によると、神武天皇の物見として派遣されて、まあ、紫熱彦とですね、問答しているというシーンがあります。そして最終的にはですね、この紫熱彦が水先案内人としてですね、神武天皇をいろんなところに連れてってくれるというわけなんですが、皆さん、どうでしょうか？似たようなお話があったような、日本神話好きの方でしたらですね、もうなんとなく気づいていらっしゃるかと存じますが、日本書紀シリーズの天孫降臨の際にですね、私の方もご紹介しているので、こちらの動画参照していただければと存じますが、そうなんです。忍力の御事がですね、天孫降臨する際にですね、雨の渦目の御事と猿田彦の御事がですね、問答しているシーンとそっくりなんですよ。ニニギの御事がですね、天孫降臨する際にですね、道の先にですね、何やらおっかない神様がいらっしゃると。で、そのおっかない神様が何者なのかですね、尋ねに行くためにいろんな物見を出すんですが、誰一人そのね、おっかない神様が何者なのかっていうことを見つけることが分かることができませんでしたと。で、そこでですね、雨の渦目の御事を派遣したところですね、この雨の渦目の御事さんがね、うまいことをやってくださいまして、このね、おっかない神様がどうやら猿田彦の御事様だっていう神様だってことが判明して、で、どうやら先導に来てくださっているっていうことが判明するといったようなくだりがあったりします。先ほどのですね、紫熱彦さんとですね、雨の日橋の御事さんもですね、まあ、結局いろいろやり取りしてですね、最終的に先導してくれるように、まあ、紫熱彦さんがね、先導してくれるといったようなお話とですね、この先導してくれるお話、全く同じようなお話なんですね。しかも猿田彦の御事さんと雨の渦目の御事さんは、この天孫降臨が終わった後、最終的に伊勢に向かってるんですよ。雨の日橋の御事さんも伊勢の国の国蔵になってますよね。だから猿田彦さんとですね、同じ場所に向かってるんです。つまり紫熱彦さんとですね、雨の日橋の御事さんのやりとりをモデルとして、この神代記猿田彦の御事さんと雨の渦目の御事さんのお話ができているというのが、なんとなくうっすら見えてきます。さて、ややこしいことになってきました。まあ、前回もお話ししましたが、紫熱彦さんのお話とですね、天の日橋さんのお話っていうですね、神武統制の時のお話というのは、崇神天皇編でですね、話の元ネタがあるということをご紹介させていただきました。崇神天皇以降のお話というのは、まあ、崇神天皇がなんて言ったって、実在性が考えられる初めての天皇というわけなんで、この、崇神天皇以降のお話っていうのは、実際にあったかもしれないお話ということになります。つまり、まあ、これも神話っぽいお話なんですけど、崇神天皇さんがですね、前回ご紹介した紫熱彦と同じですね、大和氏の、一子の長内さんと出会ったりですね、大畳猫の御事さんとですね、出会ったりっていうようなお話が、神武統制編と、その前の、神代記のお話ですね、国譲りとか天孫降臨とか、あの辺の話のモデルになってるんですよ。つまり何が言いたいかと言いますと、この崇神天皇さんのお話を元に作られた神話がですね、2回あるんですよ。神武天皇編と神代記編で2回使われてるんです。
ややこしい。これがですね、もう日本神話を沼にドハマりさせて、わけわかんなくさせてしまう原因なんですよ。実際にあった話を元にして、自分たちのご先祖様をですね、二つの神話にぶっ込んでるんですよ。なぜ二つなのか。まあ、不時さんなりのですね、妄想解釈ですが、いつもの通りこれは神道が違います。神武天皇を作った神道と、その前とされる神代記を作った神道で、これ別々の宗派なんですよ。別々の異なる神道に使われていたお話をですね、まあ、古事記や日本書紀を作った人たちが、それを万世一系、一つなぎの話にしてしまったんです。ですので、実際には一回しかなかったお話が、なぜか三回くらいあったことになってしまっているんです。しかもそれが、古事記や日本書紀、そして仙台九字本記と、微妙にお話がずれてるんで、ピースがバラバラなんですよ。バラバラに埋め込まれてるんで、3回あるように見えないんです。だけど気づく人はお話が似てるよなーって気づいてくるんで、それがどんどん沼にはまってわけがわからなくなってくる。そんな仕組みが日本神話には隠されています。いやはや、ですからわけわからんですよね、本当に。私もこれ日本書紀一回読んだだけじゃ本当に気づきませんでしたし、日本書紀シリーズを作った時にもですね、なんかおかしいなぁとはずーっと思ってたんですけどね、やっぱり日本書紀だけじゃ読み解けなかったんですよ。で、古事記読んでもなんか違うよなぁって思ってて、仙台九字本記読んでも、あれあれあれ、なんかあれあれあれみたいな感じになってきて、まあ、今こうやって俯瞰して、三つの話を読み比べてみて、ようやくなんかおかしいぞって気づくことができるんですけど、まあここまでね気づくにはやっぱりね、大学の先生とかそういう研究者の方とかでないとね、なかなかしんどいかなと思います。まあ不動機さんはですね、暇なアマチュア研究家なんでね、こんな妄想っていうところでね、一回止めさせていただきますが、このパターンをちょっとよく覚えておいてほしくて、この実際にあったと思われるお話、まあ、スジン期以降のお話と、神武統制の時のお話と神代記のお話っていう、この3回のパターン、このパターンですね、この後も続きます。ここだけじゃないんですよ、このパターン。この後にもね、随所に見られるんで、これからですね、ちょっとずつ、もうたくさんあるんでね、ちょっとずつご紹介していきたいと存じます。話を戻しまして、6つ目、一般社団法人インベ文化研究所によりますと、天の日和氏の御事の別名は、天の金富の御事、まあ、天に金の鳥の御事様と書いて、神武統制の窮地を救った金の富である。はい。金の富のお話はですね、先ほどの天の日和の御事様の際のですね、伊勢津彦さんとの戦ってるシーンですね。あそこでもご紹介させていただきましたので、まあなんとなく、まあね、天の日和氏っていう鳥なんで、まあ金の鳥、金の富っていうね、やっぱ鳥つながりでつながってくるんだなっていうのが、なんとなくわかるかと存じますが、そこじゃないんですよ、ポイントは。この天の日和氏の御事様のお名前、別名ですね。はい。天の金、富の御事さんなんです。富です。富の御事さんなんです。この人富富されてるくんです。富なんですよ。富富なんですよ。この方富さんです。富さん、富さんなんです、この人。さあ、ちょっと興奮してですね、何個も連呼してしまったんですけど、つまりこの天の金富という、この富って言葉がとても重要です。いよいよ避けては通れなくなってきましたので、まあこの富さんに関してですね、現時点で分かってるレベルのお話をさせていただきたいと存じます。まずおさらいなんですが、以前神武九州公の時にですね、ご紹介させていただいた内容になりますが、その際にですね、石切剣屋神社さんのですね、ホームページの内容のね、ご紹介をさせていただきました。でですね、この石切剣屋神社さんのですね、ホームページになりますと、このですね、長曽根彦、まあ、神武天皇とですね、最終決戦を戦うね、神武統制の大ボス役的なね、最終ボス的な人物がいるんですけど、この長曽根彦さんは、富氏だよっていうことがですね、石切剣屋神社さんに書いてありました。つまり、長曽根彦さんにはですね、名字があるんですよ。長曽根彦って名前じゃないんですよ。名字があるんです、この人。で、名字なんですけど、古事記にですね、はっきり書いてあるんですよね。古事記にですね、富の長曽根彦って書いてあるんですよ。ですので、長曽根彦って、
トミさんなんです。はい、まあ、以前もこれお話ししましたけど、トミさんなんですよ、長すねびこって。で、このじゃあトミさんって何なのよっていうところなんですけど、これがね、説明するのが難しいんですよね。まあ、ググれば一発で出てきます、トミ氏って。トミ氏ってね、ググっていただいて、出雲とかね、つけてね、半角スペースとかね、つけてですね、トミ氏、スペース出雲とかで調べると、すぐ出てきます。まあ、そうやって調べていただくとね、大体ね、出雲の口伝の公費のね、お話が出てくるんで、そこを調べていただくと、その、富士っていうのはですね、出雲の王朝なんだよ、出雲の王家なんだよ、みたいなことがね、書いてあったりするんですけれども、実はそこしか情報がないんですよ。富士に関する情報って、全然ないんです。古事記にはっきり富って書いてあるのに、誰も研究してないんです、この富士を。いや、もし、ご存知な方いたら教えてください。私ね、大学の先生とかがですね、論文とか発表している形跡をですね、今んとこ見つけられてないんですよ。富士って一体何者なんだろうかっていうね。その論文とかね、公に調べてる人いらっしゃいますかね。私みたいにね、アマチュアでね、いや、富士ってこうだよねっていうようなネットの記事はいっぱいあるんですけど、公的にね、研究、しっかり研究してますっていうような論文がですね、今んところなんか見つけつけられてなくて、もしね、そういうね、研究をね、されてるね、大学の先生ですね、大学の先生、アマチュアの方いっぱいいるんで、大学の先生で、そういう研究をされてる人が、もしご存知でしたら、コメント欄に、教えていただけると嬉しいです。私もちょっとね、調べてみたいなと思ってるんで、はい。お話を戻しまして、まあ、現時点の富時さんの把握している、まあ、情報ですね。まあ、日本書紀、古事記、神社さんの由緒書とか、仙台古事記とか、古史古典とかね、そういうのを読んできた中で、富氏っていうところをですね、確認させていただくと、ちょっとね、出雲の口伝のお話は、ちょっとちょっと置いといていかさせて、まあ、そういった富時さんが今まで調べてきた中でのお話をさせていただくと、少なくとも富氏っていうのはですね、日本書紀や古事記の中でですね、出てくる初めての名字なんですよ。ニニギの御事とかですね、ニギハヤヒとかですね、神武天皇とかいろんな名前出てくるじゃないですか。で、なんとか氏の塩素だよとかいうような方はいっぱい出てくるじゃないですか。はっきりと、この人富氏ですっていうね、名字で、この人名字が最初から出てくる人っていうのはね、この富の長すねびこが初めてなんです。ですので、ある意味この富氏っていうのはね、現段階で言えることですけど、この富氏っていうのは日本最古の名字ではないかというふうにも、まあ言えるんじゃないかなというふうに今思っています。でですね、漢字はですね、後でね、漢字は何て言ったって漢字が伝来した後に付けられたものなんで、なんでね、漢字はいろいろあるんですよ。昇る美しいとかで富って書いてたり、鳥見って書いて富って書いたり、富や資産とかですね、その富っていう字だったり、止める美しいとか、刀の美しいとか、あとはね、金の富とかですね、そんなような感じで出てきて、どうやらですね、大体鳥の隠語、鳥っていうものを表すような人物とか、そういう出来事があった場合、どうやらこの富氏の方を暗に意味しているようです。はい。ですので、日本書紀も古事記も、神話読まれてる方いらっしゃると思うんですけど、鳥が結構出てきますよね、鳥って。ね、神社さんの鳥居だって鳥ですよね、そう考えれば。はい。鳥が結構出てくるんですけど、鳥っていうのは、大体この富氏を、まあ、暗に意味しているんだろうなというふうに、富時さんは今妄想解釈します。なんでだって公に研究してるね、大学の先生が、データが私見つけられてないんで、まあ、そうだろうなとしか今妄想解釈でしか私も言えない状態です。そして今回お話ししている、この天の日和氏の御事さんも、金の富なんで、まあ、富なんですよね。ですから、天のかな、富の御事さんなんで、富なんですよ。富氏なんです、この方も。もちろん、天の日和氏の御事さんはですね、隠蔽氏の塩素だっていうことになってますんで、隠蔽氏の方なんですよ、もともと子孫は。子孫は隠蔽氏なんです。ですが、この天の日和氏の御事さんは、富氏なんですよ。なので、もともとは富氏なんです。富氏からおそらく分家なんでしょうね。富氏の一族の中からおそらく、隠蔽氏ができてるんですよ。ですので、隠蔽氏というのは、おそらく日本最古の名字を持っている、この富氏の分家、まあ同じ一族なんだろうな、という、まあ、隠蔽氏の方の祖先も辿っていくと、おそらく富氏になるんだろうな、ということがなんとなく今見えております。さらにもう一つ話をつけさせていただきますと、
富神社さんっていうのがあるんですけれども、そこのホームページを見させていただきますと、にぎはやひのみことさんいらっしゃるんですよね。で、このにぎはやひのみことさんの名字がですね、あったんですよ。それが富のにぎはやひのみことと富神社さんに書いてありました。ですので、このにぎはやひのみことも富さんなんです。まあ元よりですね、富の長すね彦のですね、妹の富やびめさんのですね、まあ結婚してるんで、この二人は夫婦なんで、富氏、まあ、富さんと結婚してるんで、まあ名字が富さんになってもまあおかしくはないんですが、結婚して名字が富になったんだよっていうような考え方もできますし、いやいや、にぎはやひのみことさん、もともと富さんだったんじゃないのっていうような見方もできたりします。まあそこはですね、現時点ではね、どっちでもいいかなと思ってるんですけれども、どちらにせよなんですよ。もののべし。にぎはやひのみことは、もののべしの演奏ということになってますよね。まあ、要するにこのね、にぎはやひのみことさんとですね、富やびめさんとのね、間に生まれた馬島寺さんがですね、まあ、もののべしに乗っていくわけですからね。はい。まあそういうふうに考えたら、もののべしというのはですね、まあ、にぎはやひのみことがね、演奏っていうことでもいいんですが、そのもののべしの血脈は、元をたどれば、富さんなんで、インベシと一緒なんですよ。もののべしも、おそらく、まあ、形上、富氏の分家、ということになってくるんじゃないかな、というふうに感じています。いやはや、こうしてですね、絵に描いてみると、片方は、富家の長すね彦と、にぎはやひのみことの陣営があって、もう片方には、天の日和氏のみことさんといってですね、神武天皇の方についた陣営がいる。つまり、何が言いたいかと言いますと、この神武統制というものを俯瞰的に見てみると、要するに、富氏と富氏が二つに分かれて戦っている。まあ、そんな風に見てみると、なんとなくこの神武統制というのが透けて見えてくるものがあるのかもしれません。またですね、先ほどもお伝えしました通り、神話はですね、3回話が繰り返されているというのは前もお話しさせていただきましたよね。神武統制で1回、神代記、まあ、国譲りとか、天孫降臨とかで2回目。まあまあ、順番は逆とってもいいとしてですね、2回。そして、実際にあったと思われる、崇神天皇以降のお話で3回。そうなんです。この話もですね、モデルがいます。さあ、それはですね、さすがに富の長すね彦もうちょっとね、大ボス的な存在なんでね、まあこれからですね、徐々にその謎を解き明かしていきたいと存じます。今回はここまでとさせていただきます。いよいよですね、神武統制大和編が始まってね、これから戦いのですね、軍旗絵巻が始まっていきますんで、そこの謎をですね、実際にあったのかなかったのかっていうのをところをですね、まあ、モデルですね、この話がモデルだよっていうのをですね、徐々に追いかけながら皆さんにご紹介したいと存じます。それでは今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。